4月8日の魔女試作版第14回です。実況者のアルフェです。前回はちょっと電話がかかってきてしまい、うるさくて集中できなかったので途中中断してしまいまして大変申し訳ございませんでした。警察署を出た小郡夏実が新村遥に電話をかけてきて、後藤は新村と一緒に小郡家に行く提案をしました。かまいたちの夜などのクローズサークル系ミステリーなどでは、登場人物が一箇所に集まっていれば事件にならないものを信用できないとか言っちゃってチリチリになるから犯人も思うツボというのがありますが、後藤の提案のようにみんな一緒にいれば一番安全なはずです。俺のご宅はともかく腹が減りましたが、早速プレイしてまいりましょう。よろしくお願いいたします。受殺編証明。受殺編証明。4月8日の午後9時半です。小郡先輩の家に向かうまでの間、先輩は嬉しそうな顔をしていた。希望が持てたのだろうか、それとも私に何もかも話すことができてすっきりしたのだろうか。どちらにしても先輩の支えになれたことが素直に嬉しい。相変わらず月明かりが綺麗で桜の花を彩っている。風もなくとても気持ちがいい。もうすぐ小郡先輩の家だ。新村先輩、私から小郡先輩の家に行くことを提案しておいてあれなんですけど。ん？あの、きっと今から小郡家は忙しいですよね。お葬式とかお通夜の準備とかあるからね。葬式の準備とかで。ああ、確かにな。殺人事件と新村先輩の呪いの件で頭から抜けていたが、先輩のお父さんの葬儀が明日にでも始まるかもしれない。そうなると私たちは邪魔になるのではないかと今更ながら思い始めたのだ。それならさ、私たちも手伝おうよ。どのみち葬儀には出なきゃいけないだろう。着いたらすぐにでも準備の手伝いをしようぜ。新村先輩の表情はいつも以上に柔らかかった。小郡先輩という親友が大変な時ではあるが、そういう時こそこちらが支えてあげないといけない。それはもちろん私も同じ気持ちだ。それなら家から制服持ってくればよかったです。学生なら葬儀は制服でいいですよね。え？新村先輩は不思議そうな顔をした。何言ってんだよ、後藤。葬儀には能面と大きな羽織物だろ。え？え？能面？羽織物？私は人の葬儀には出たことはないが、普通は黒い服を着たり学生なら制服を着たりするものだと思っていたが、いや、それにしても能面が必要だなんて今まで聞いたことがない。新村家の宗教的なものだろうか。そうだとしたらこちらから口を挟むことではないのだが、と言ってもね、さっきからなんか紙人形が出てきたりとかね、ちょっと新村家はおかしなしきたりが多い家だと思うが。よし、夏実に電話してみる。先輩は自転車を止め携帯を耳に当てた。新村流の葬儀を聞いて不思議に思ったが、まあ今はそんなことはどうでもいい。小郡先輩の支えになれるよう、そちらに頭を使うべきだ。しかし、何だろう、何なんだろう、この違和感は。これは新村流葬儀のことではなくて、今回の殺人事件についてだ。何かを見落としている。重要な何かを。一瞬そんな不安に駆られたが、今は早く二人を会わせてあげないと。そしてみんなで朝を迎えることができればもう何も不安はない。それにしても急に風が出てきた。今日一日ずっと無風だったのに。これちょっと危なくないか、大丈夫か後藤は。おかしいな、出ないぞ。え、出ない、まさか。
小郡先輩のことだから電話の近くに待機しているはず。マンションの前に自転車を止めた。先輩は何度も電話をかけ直している。なんでだよ、なんで出ないんだよ。新村先輩はエレベーターのボタンを連打しながら誰も出ていない電話に向かって叫んでいる。エレベーターは上層階をゆっくりと移動していてなかなか降りてこないと、先輩は階段に向かって走り出した。先輩待って。私も先輩の後を追った。しかし先輩は信じられない速さで駆け上がっていき、どんどん引き離されていく。はっ、息を切らしながら先輩の部屋の階にたどり着いた。待ってよ。先輩はちょうど小郡先輩の家のドアを開けるところだった。鍵は開いていたようだ。嫌な予感しかしませんが。先輩は部屋の中に駆け込んでいく。私も必死で後を追い、閉まりかけていたドアの隙間に手を突っ込み、一気に開けた。中からは部屋の明かりがこぼれている。しかし、中に人の気配はなく、静まり返っている。私は靴のまま部屋に入り、今の方へ向かった。そこにあったのは、いつも通りの小郡家の居間と呼ぶにはあまりにもかけ離れた光景だった。え、ちょっと首飛んでないかこれ。嘘、そんな、え、3人死んでませんか。え、ピンクが夏美ちゃんで、黄色がお母さんで、緑は、新村のお母さんだよね。え、なんで。地獄というのはこういう光景なのだろうか。床に血が広がっていた。壁にも大量の血が飛び散っていた。そして頭部から大量の血を流して倒れている新村先輩のお母さん、腹部に無数のナイフが突き刺さっている小郡先輩のお母さん、頭だけ胴体と離れた場所に転がっている小郡先輩、そのそばには血まみれのナタと能面が置かれていた。能面って、さっき新村先輩が話してたあの、台所の方から荒い息遣いが聞こえた。振り返ると新村先輩が立っていた。そしてその向こうには新村先輩が吐き出したであろう吐砂物の水たまりがあった。なあ見ろよ後藤、これでも呪いがないっていうのか。ははは、すごいすごいよ、私魔女だぜ。先輩は口から垂れている吐砂物を拭いもせず、笑いをこらえるように言った。新村先輩、違う。これは、呪いなんかじゃ。しかし、私の声は震え、新村先輩に言って聞かせるほど冷静にもなれなかった。そして私を無視するかのように、先輩はゆっくりと小郡先輩の頭に歩み寄っていった。小郡先輩の頭を高く持ち上げた新村先輩は静かに語りかけた。
夏美、お前まだ暖かいな。もう少し早く私がついていれば助けられたのかな。小郡先輩は何も返事をしなかった。半開きの目と頸部の筋肉を失ったことで大きく開いた口、そして切断面から滴る鮮血はまだ死んで間もないことを意味している。なあ後藤、今までは私の憎いやつばかりが死んでいった。でも今回は夏美、そしてお母さんまで。なんでだよ、お母さんの紙人形なんてなかったのに。そう言いながらゆっくりと小郡先輩の頭を置くと、先輩は隣にあったナタと能面を手に取った。そして能面を顔につけ、ナタを構えて私の方を向いた。こと、私はお前も好きだ。だからきっとお前も今日死ぬ。先輩、やめて。新村先輩は足を動かさなかったが、私はその威圧感で後ずさりした。先輩、違う、これは呪いじゃないです、殺人なんです。だから後藤、もういい、お母さんも夏美も死んだんだ、もうどうでもいい。いや、でも後藤、お前はまだ生きている。後藤、お前はまだ生きているんだよ。どうして先輩はナタを構えているの？どうして何の迷いもなく能面をつけたの？私は魔女だからさ、私がいる限りお前は助からないんだよ。さよなら、後藤。あ、自分の首を切ったか？呪殺編放棄が解禁されました。ちょっとね、鼻が出てきちゃったんで噛みますね。カットするけど、ここ。はい、この先の動画の調子がものすごく良くなくて、編集に手も足も出ない状態でしたので戻ってまいりました。収録自体は1ヶ月ぶりくらいになります。よろしくお願いいたします。こちらですかね、呪殺編放棄。もう動画が静止画みたいに止まっちゃう状態になってたので、やり直しすることにしました。呪殺編放棄、2020年4月9日10時。知らない天井だ。目を開けると眼球に眩しい光が差し込んできた。あ、起きた。この緑の文字はどなたでしたっけ？聞き覚えのある声だ。誰？ここはどこ？頭がガンガンするし、全身の皮がヒリヒリする。お母さん、エリナが目開けたよ。あ、お姉ちゃんか。エリナは私の名前だ。この声はお姉ちゃんだ。あんまり仲が良くないんだったよね、そういえば。ほどなく私のお母さんがやってきた。あ、エリナ、よかった。そう言うとお母さんが私の頬を撫でた。しかしお母さんの手の感触をあまり感じない。顔中に包帯のようなものが巻かれていることに気づいた。その時はっと思い出した。小郡先輩の家の惨劇を、喉にナタを当てて自殺を図った新村先輩を。あ、どうなっちゃったんだろうね、新村先輩。しかしどうしてだろう、
そこまでの記憶ははっきりしているのに、その後の記憶が全くない。あ、俺も1ヶ月収録してなかったので忘れてるという設定でやっていますのでよろしくお願いします。あれは本当に現実にあったことなのだろうか。ねえ、今、いつ？何月な、私は声を張り上げようとしたが、喉の奥が痛くてうまく話せない。今日は4月9日。一晩眠ってたんだよ。お母さんは心配そうにしながらも、笑顔を作って答えた。一晩？ということは、さほど時間は経っていない。あれが現実だとしたら、新村先輩はどうなったのか。新村先輩は？喉の痛みを我慢し、そう言うと、お母さんは少し困った顔をした。お母さん、なんで言わないの？言ってあげたら。私が言おうか。この時のお姉ちゃんの心境というのがちょっと気になりますがね。お姉ちゃんが横槍を入れてきた。そしてお母さんが返事をする前に話し出した。みんな死んじゃったってよ。昨日来てた友達とそのお母さん。あんたの大好きな先輩も、そのお母さんもさ、みんな死んじゃったってよ。え？夢じゃなかったんだ。じゃあ、新村先輩は本当にナタで自殺を。私を呪いから守るために。事実、私はこうやって病院に運ばれ、家族に会っている。お姉ちゃんは続けて言った。あんたが容疑者だよ、とか。その後、小郡家は火事になって、あんただけ助け出されたって。火事？あの後、火事があったの？どういうこと？わからない。何もかもわからない。んで、あんたは今、この病院に入院中ってこと。と、考える間もなく、病室の開いたままのドアがノックされた。おう、気がついたんですね。大人の男の声がした。見覚えがある。昨日警察署で会った、デカだ。刑事だ。あの人、名前が、伊勢警部補だっけな。後藤恵里奈さんだね。昨夜は大変だったね。刑事はにこやかに声をかけてくれた。だがそれを聞いても何の感情も湧いてこない。目を覚ましたところ悪いけど、ちょっと聞きたいことがあってね。そう言うと刑事はカバンをごそごそと漁り始めた。早速事情聴取かな。これ君のポケットから見つかったんだけど、何かわかるかな。刑事が取り出した透明なビニールバッグには、白くて平べったいものが入っていた。え？え？もう、頭がおかしくなりそうだった。刑事が見せたもの、それは。あ、やっぱり？え、しかも、新村遥と新村美冬さんの？え？ところどころ焼け焦げた、2枚の紙人形だった。そして、紙人形にはこう書かれていた。新村遥、新村美冬。そしてその表面は、吐砂物のようなもので、汚されていた。え、この吐砂物は、死んだはずの遥のものってことですか？それはありえなくないか？知らないです。私は怖くて知っているなんて言えなかった。いや、二人の紙人形は初めて見たが、これが何を意味するのかは分かっている。そうですか。ちなみにこの表面についたゴミみたいなやつ。知らないって言ってるじゃないですか！喉の痛みも忘れて自分でも驚くほどの大声を上げた。病室が静まり返った。失礼しました。それならいいんですよ。じゃあ、お大事に。あ、もう容疑者決定だな、これ。刑事はさっさと出て行った。でもこれさ、後藤一人の手に負える事件じゃないよね、ほんと。もう、私の頭は全く回らなくなってしまった。
エリナ、大丈夫？何か飲む？大丈夫なわけねえだろ。お母さんがそう言ってくれるが、頭に入ってこない。でも、新村ちゃんのお父さんって、昨日命日だったんでしょ？新村ちゃんって言うか、普通。なんか、嫌になれなれしいよな。それを、あんたの好きな先輩がずっと知らなかったって、変よね。なんでずっと知らなかったってことも知ってんのか、この人は。桃子、もうやめなさいよ。ああ、うん。ごめんごめん。だが、お姉ちゃんの言葉が私に最後の衝撃を与えた。そうか。そういうことだったのか。私が見落としていたものって、まだまだたくさんあったんだ。もしそれに、あの時気づいていれば、少なくとも全員は死なずに済んだかもしれないのに。でも、私はもう考えるのをやめた。思考を停止した。変に頭が回るのって苦痛でしかない。もう疲れてしまった、天才少女であることに。天才少女なんてもうまっぴら！もう、何も考えたくない。新村先輩の言った通りだ。みんなが死んでしまったのなら、もうどうでもいい！呪いだと言うなら、もう、それでいい。病室の開いた窓から、桜の花びらが、ひらひらと舞い込んできた。お母さん、お姉ちゃん、桜の花って、綺麗だね。終わりか。試作版はここまでってことかな。ほい。最後に、これは何でしょうかね。あ、リファレンスナンバー97。診断録音記録が残っていますね。これは次回ですかね。これだけになりそうなんですけれども、次回もお楽しみに。じゃあのー